ここが痛い、ここが痛いっていう方いらっしゃいませんか？上チャンネルの上義行です。いつもご視聴ありがとうございます。今回はワンポイントレッスンをしていきます。ここが痛い、ここが痛いっていう方いらっしゃいませんか？そんなあなたに、改善するところ、まず楽器の構えから見直してみてはいかがでしょうかという提案です。それではやっていきましょう。ここ、あとここですね、が痛い原因は何かというのを考えていくんですけれども、私の考えなんですが、これはですね、実は手の問題よりもここに秘密があったんじゃないかなと思っています。皆さん、楽器を組み立てるときに、ここですね、合わせ方をどの位置で合わせていますでしょうか？この飛び出た棒とこのネックのサポートのところですね、ここを合わせると習った人も多いんじゃないかなと思います。これ少し落とし穴があって、ストラップをかけるこのリングですね、ここの場所が楽器ごとに、昔の楽器特にこうついてる位置が違います。なのでこの中心は、私が思うにはこの中心をピーッと伸ばしていったところが真ん中になるのが理想的なんじゃないかなというお話です。それではもう少し詳しくやっていきましょう。先ほどのようにここ飛び出た部分とここを揃えています。これでネックを締めます。ちょっと前かがみになって楽器をぶら下げる、手を離します。はい、少し前かがみになって手を軽く楽器に添えます。そうすると私の正面から見てネックがこっちに反れているの分かりますか？実はこのまま構えるとこういう風になります。なので吹きにくいなと思っている人は、多分これをねじってこういう風に吹いています。そうすると分かりますかね、ここに負担がかかって痛くなりやすいです。力を抜いた時に楽器はこの位置に戻ります。これはまっすぐからこっちにずれています。じゃあ合わせ方ですね。合わせ方はシンプルです。少し前かがみになって自分の方にネックが向くようにします。こんな感じですかね。はい、でネジを締めます。そしてまっすぐ持ってきます。そうするとどうでしょうか？親指こっちにやったりこっちにやったりしなくても、まっすぐ押しているだけで構えれます。ちなみにこの時のここのポイントなんですけど、ちょっとアップで見てみましょう。見えますかね、飛び出た部分とこのシールドの部分はずれています。そう、実は楽器の中心はこれとこれを合わせるというのではないんですね。手が痛い人、手が痛い人、手の押し方っていうのもあるかもしれませんけれども、まず楽器の構え方を見直してみてください。それは楽器の中心をまっすぐ捉えていれば、まっすぐ持ってくると手に負担がかかりにくいからです。これは座っている人も一緒ですね。まっすぐ構えて、これをマウスピースを動かすのはいいんですが、ネックを動かすと中心がブラブラしてしまいます。ワンポイントレッスンいかがでしたか？実は楽器の中心がずれていると支えるこの親指の押し方ですね、これがこうひねったりこうしたりすることで手首の根元が痛くなることがあります。あと楽器が動くということは、演奏中に唇からマウスピースが動くので、
音が安定しにくかったり、まっすぐ出しているのに角度がずれたりします。それを防ぐためにも、まず初めのこのスタートをしっかり見直してみてはいかがでしょうか。今回のワンポイントレッスン、少しでも役に立ったという方はグッドボタン、あとチャンネル登録、それではありがとうございました。